はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、ゴイでございます。今日もガルドバ寮でヴァルキリーエルションやっていきたいと思います。はい、城塞城下なんだ、なんだ、いろいろやってきます。そう、城下魂の浄化ですね。で、今日はチャプター4ですね。神の犠牲者ということで、順調に魂の浄化を進めるヴァルキリーに、オーディンから新たな使命が与えられた。それはかつての戦争の折に、深海から失われた司法を取り戻すことであったということで、ヘルテイトっていう新しいアイテム、手に入るね。多分武器でしょ、これ。いいね。まあ、とりあえず行きましょう。神の犠牲者。参ります。見たこともない司法を探し出せとは無茶な話だ。何か目印になるものはないのか。そらそうよな。司法は大きな力を秘めたものだ。地上界であれば周囲に何らかの影響を及ぼすはず。異変が起きている、もしくは起きていた場所を探すということですね。魂の浄化を進めつつ行くぞ。めっちゃ髪の毛震えてる落ち着かねえんだよな。よっしゃ、行くか。髪の浄化を進めつつ、なんだ、向こう側に行かさせられそうだけど。拝見いたします。はい、わかり申した。まあ、順番な。とりあえずそこにある青いやつを取ってこよう。これ結構戻れちゃうけど、まあ、行くべきとこないからいいか。この先にある青いやつを取り逃し、回収。オーディン様とあやつのどちらが正しいだ、ん?論ずるまでもない。オーディン様は全てを見通すお方。絶対にして間違いがないのだから、我らはただオーディン様に従っておればよい。堂々たる、顎ひげの神。なるほど。あごひげ。あれ?あごひげの神も今死んでたよね、多分ね。なんということ。かわいそうに。あ、ちょっと待って、宝箱とか普通に置いてあるじゃん。どうしようこれ。なんか、向こう行く前に探索ちょっとしたい気分にもなっちゃうな。非縁石。まあ大丈夫かな。とりあえず武器ね、槍からこっち細剣に戻しましたわ。やっぱなんだかんだこっちの方が使いやすい。使いやすい武器を使うっていうのがやっぱ大事だよね。寛容でございます、それが。あ、マジでこれ、普通に戻れちゃうんだけど。いいのか、こっち戻しちゃって。あ、いや、戻れるな。あ、戻れちゃうね。なんかあんのかな、これ。え?あれ?あれ?おめ、どうした?いや、久しぶり。また会えて嬉しいよ。アルマン。俺はまだ探し物途中、なかなか手がかりは見つからなくてさ、お互い無事に旅を続けられるよう頑張ろう。それだけ?え、なに?マジでアルマンとか、え?これ、さ、探索した方がええんかな?一旦、そしたらちょっと、探索するか。先進む前に。総遠石、ありがとう。ちょっとさ、こっちのさ、下の方のこの区画ちょっと見てくるから、待っててな。で、見てくるから待っててなって言った直後に、あれなんですけど、ここの先ですね。行けないっすね、普通に。ダメだった。アルマンと会えただけだったわ。まあよかった。とりあえずアルマンと会えたっていうことが、最大の、成果ということでね。で、このところに、ぶちかますと。頼むぞ。いいね。いい足場だね。素晴らしいよ。さて、中に入って回収してくるというわけか。まあ、とりあえず武器もパワーアップできるところまでしてあるから、仕方やな。おーん。よいしょ、頼む。よいしょ、はい。よいしょ。よいしょ。はい、任して。とどめはやっちゃうぞ。僕の方かな。OK。ふぅ。で、どこに花がある？ラッコンかじゃない、結婚か、結婚か。寒風の語り部。
ユードラ種、それは世界を体現する巨大な一樹。命ある者の死後、その魂はユードラ種へと導かれるという。そしてこの結婚家たちは導かれなかった悲しい存在というわけですね。で、まあ当然のごとく中入っていくんだね。あー、なるほど。じゃとりあえず闘技場の中にある花を回収してくるわ。どうせ戦う。うわー、いるいる。よし、頼むぞ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 。よいしょ。はい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 。よいしょ。OK、OK。はい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 。はい。よいしょ、よいしょ。これは氷に切り替えた上で殴りまくる。はいはいはい。あ、違う。火が弱点か、お前。なるほど。いいだろう。ならば、みんなでボコして終わりにしちまうぜ。ふう、お疲れみんな。解放。たくさんアイテムいただきましょう。恐れることはない。はい、救済完了。で、アイテム回収をしていかねばならぬから、まあ、とりあえずこれでしょ。エリクサショー。で、あそこにある大層の宝箱からアイテムを回収。アーツアンボルシア。ああ、これはありがたい。増やそう。で、この先に、まず1個。はい、いただきます。方向にエイナル。やっとおじきの住む農園にたどり着けた。この辺りはすでに神々の争いも終わっているようで、どちらかといえば制御の効かない神よりも悪事を働く人間の方に警戒をした方がいいらしい。これに対しては交代で見張りが立っているようで心強い。子供には友達ができたようで、こちらも一安心だ。安心し、うん、昔の話だな。で、この登った先あたりか。ある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 。はい、青い花を回収していきます。ほこりまみれの中に、おっと、その商品には手を触れるなよ。とびっきりの曰くつきだからな。こうも死人が多いと、死刑にはこと書かねえが、たまにとんでもねえ呪われた器物ってのも混じってやがるのさ。ほほう、興味ありますな。さて、じゃあここには模様はないと。外に、ああ、はい、アイテム回収させて。帰るがいい。さて、で、普通に次の島に行けばいいわけか。オッケーオッケー、任して。次の島行った上で、またあそこの闘技場みたいなとこ行けばいいわけだ。あー、いるいる、いらっしゃる、いらっしゃる。はい。行って、もう。ちょ、やるじゃん、やるじゃん。はい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 。おっと、早く起きて。よいしょ。よいしょ。ふうふうふう。よいしょ。おやすみなさい。いって。いや、もうマジで起きるまではちょっと時間かかるんだよな。主人公ちゃんはさ、ちょっと起きるまでが遅いよね。よいしょ、よいしょ。ふう、となると雷がいいかな、一応。はい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 、と。おー、しまーい。ゆっくり休み。はい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 、おしまいです。ゆっくりお休み。行って。はい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 。もうみんなでボコボコボコだよ。みんなでボコボコだよ、こんなの。よし。オッケー。お疲れみんな。今が浄化の時だ。ほうほう。こちらは、ああ、いけないですね。うん、足場作れないね。知ってた、知ってた。知ってたよ。お、あるある。花はこっち側にあります。あ、ありますね。回収させていただきます。神学者フレデリック。神々の間で戦争が始まったと聞く。力なき人間たる私は、ただ我が身が戦火に巻き込まれぬよう祈ることしかできないだろう。いや、今この時、人間の祈りを聞き入れてくれるような神が存在するのだろうか。それは、わからない。で、これは確実に、あなたの出番。よろしく。オッケー、完璧だぜ。ありがとう。んで、この先。この反対側にあるんだけど、多分ジャンプじゃ越えられない。あ、ああ
くしょう。ちくしょう。逃避所抜けてこいってことだな。え、逃避所誰もいない？あ、闘技場じゃないな、これ。多分舞台だな。あ、宝箱ある。いただきます。マジックポーション？あ、そうだ。アンブロシア作るの忘れてた。アーツアンブロシアを使って、はい、1個増やす。これ大事ですから。非常に大事ですからね。ほい。ほい。なるほど。で、どっから、あれ？どっからこれ外出れるんだ？あ、普通にあれかな？ああ、こういう感じか。オッケーオッケー。なんだなんだなんだ。普通に外、降りられましたね。よし、オッケー。で、タルコワシお姉さんは、青い花も探しに来ましたよ、と。はい、これ。もうこれだけのために来たようなもんだね。古い宿の狼。なーに辛気臭い顔してるんだい。人間辛いことがあったって。よく食べてよく寝れば万事解決さ。さあ、うちへいらっしゃい。とびきりの料理を振る舞ってあげるからね。ありゃ、ありがとう。ありがとう、おばちゃん。よし、じゃあ戻ろう。よし、いやー、本筋戻ってきましたぜ。知ったら、あ、ちょっと待って。なんかさ、なんだあの緑色のポッチ。なんかあるぞ。緑色のやつ？なんだ？なんだなんだなんだそれ。お！あは？なんだこれ？あー！見えないやつか。あ、緑色で表示されるんだ、これ。あとは青いやつがまだあるから、青いやつを回収して。あー、なるほどね。なるほどね。あ、来いよ。頼むぞ。はい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 。よいしょ。んで、あなたも来てもらうと。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。よいしょ。ほい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 。ん？あ、もしかしてあいつ、自爆した？はい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 。ほい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 。よいしょ。はいはいはい。これ、よし。いや、でも、君だけでも意外といけるんじゃないか？はい。おしまい？終わっちゃったか。オッケーオッケー。で、この裏にあの青い花が、あ、この上か。青い花あります。え？あ、あったあった。よかったよかった。よかったよかった。奮い立つ娘、お母さん元気してるかな？いよいよ明日、私の初めてのお店が始まるの。ああ、夢にまで見た瞬間だわ。お母さんのところまで噂が届くぐらい大人気のお店にしてみせるからね。見せるからね。頑張るからね、私。よし、で、あ、この先から行けばいいのか、OK。で、この先に、はい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 、ありますね。さあ、私に行きたいことがあるんだったら言ってごらん。イーゴン出てきた。傭兵の暴れ。クソ、クソ。どうしてこの俺が魔物なんかに。クソー。これは、中ボスみたいなやつ倒すパターンだな。うん、わかった。あの、漁師と同じパターンだ。で、青い、水晶が私の力を増してくれるわけだ。よし。ああ、宝箱ありますね。この中に四方がないんですね。よし、じゃあ、とりあえずセーブして先行きましょうか。よし、オッケー。じゃあ先進むっちゃよっと。今なんか、ふわって出てきたな。あ、いるね。しっかりいるね。ひっ。ああ、届かないね。全然届かないね。この上はいけないのか。あ、いや、いけるいける。ちょっと違う。どこ飛んでってるのよ。違うでしょ。あのさ、生きてるところそこじゃねえのよ。生きてるところそこじゃねえのよな。違うのよさ。上にさ、
これあったらそっち行かねえ理由がねえじゃろう。いやちょっと当たらんな。よしよし来た来た。ふう、オッケー完璧。でここの、ああこの花を取れるだけか。オッケー。悩める聖職者、人の生活を脅かしている怪物、ナグルファル。しかしその正体は死者の魂、元は我々と同じ人間なのです。彼らを駆除することは本当に良い行いなのでしょうか。駆除じゃない、浄化してるんだ。浄化してるのです。そんなこともわからないのかね、聖職者のくせに。ダメですね、非常にダメダメだ。あれ、外側から来た場合、え、ああムービー入っちゃったよ。ムービー入っちゃったよ。どういたしましたか。この気配は、あれか。そう、黒いバルキリー、なんだっけ、ナダルじゃなくて。誰だっけあなた。貴様、主と同じバルキリーですか。ほう、エインフェリアを増やしたのか。この地上界でよく見つけられたものだ。お、先日と違って随分好戦的だな。めっちゃ火花散っとる。貴様はオーディン様の目的の障害となる。ここで討ち取らせてもらう。おお、ナイスキック。面白い、愚かなバルキリーよ。やれるものならやってみる。何か知っているな貴様。まあ、とりあえずまずは2対1に持ち込みますか。はい、まあ、これはね、時間差で。ちょっと待って、中いる、中いる、中奥にいるぞ。何何、分身すんのか君。へー、よいしょ。はいはいはい、ちょっと待ってな。へー、よし、ここで出そう。はいはいはい、よいしょ。うーん、どっちが本体。あ、これが偽物だ。いて、よいしょ。ああ、ダメダメダメね。足りてないな。はい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 。よいしょ。あ、大変ぞ。いって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 。切るまでは時間かかると。よいしょ。よいしょ。はいはい。よいしょ。はいはいはい。よいしょー、いいですね。あ、いやー、いいねいいね。ダウンしてるじゃない。あ、倒すところまではいけないんだ。腕を上げたようだな。お褒めにあつかり光栄です。親族の還元にでも釣られ道を誤ったのだろう。せめてもの情け、私が死を与えてやる。めっちゃ笑われてんぞ。何がおかしい。オーディンに仕えている貴様が何を言う。還元に釣られているのは貴様の方ではないか。己の本分すら忘れたか。バルキリーとはオーディン様に仕えるべき存在だ。自分の言葉の意味を理解しているのか。当然だ。わけのわからぬ妄言を吐いているのは貴様だろうに。そうか、お前はなぜ剣を収める。これ以上戦っても時間の無駄だ。何、オーディンの犠牲者ならば酌量の余地もあろう。まあ、確かにいきなり頭掴まれてなんか叩き込まれてるからな。何かを逃がしたか。何か知っている口ぶりでしたね。うん、そのように見受けられましたな。何も知っているものか。出任せだ。別の命令を受けて動いているバルキリーなどではないのでしょうか。だとしても
私を敵視する理由がない。向こうは突然戦意を喪失したように見えた。あれは一体どういうことなんだ。わからない。あの者を追いますか。今からでも。いや、我らの目的は司法の捜索だ。奴に関わっていても時間の無駄。捜索を続けるぞ。はい。オーディン様の犠牲者。やべ、疑問が疑問が芽生えてしまってる。やばいね。オーディン様やばいぞ。なんかあなたの忠実な部下がちょっと疑いを持ってるぞ。で、こっち側がさっきの弓兵らがぴょんぴょんやってたところか。こっちから来ても別によかったね。なんだ。なんと。で、このまま左の方へまっすぐ行けばよろしいようっすな。他のとこ行けないもんね。とりあえず道なりに行くしかなかろう。ここか。オープンザドア。オッケー。お、セーブポイント?で、花があると。花?場所変わっちまった。何?開けるか、とりあえず。ソウルエリクサーね。はいはい。下に降りない方がいいな。そうっすか、そうっすか。どこにある？嘘。どこ？あ、ここか。この奥か。いやー、やらしいね。隠してるっすね。おい、どいら？ファルネが死んだって話は本当らしい。滅んじまった。本当らしい。なんでも、10日前の夜に突然、とんでもない数の魔物に襲われて、みんな死んじまったそうだ。最近は地鳴りもよく聞こえるし、一体何が起きてるんだ？ファルーネって国かなんかかな。なんかそういう空気感が漂ってますね。はいはいはい。ありがとうございます。まあ、体力回復ついでにセーブだな。よし、じゃあ上に行って、扉を開ける。ここが、後半戦スタートです。そうするとすぐボスとか出てくるかな。あ、出てくる。さっきの、なんだっけ、ヒルダヒルダ倒したから、すぐにボスがまた出てくるってことはなさそうだけど、どういう感じになってくるかね。あ、これ開かない。開かないだと。開いてるわ、すでに。で、この先には何もなしだから、上行くしかないと。ここ、また。扉ね。ここには何もなし。おお。よいしょ。はいはい。よいしょ。お願いします。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。はいはいはい。痛いだろう。弱点なんだからな。はいはい。よいしょ。オッケー。おしまい。よろしく。んで、ここを開ければいいか。開ければいいか。開けさせていただく。はい。で、上行く感じだね。細剣にしとこうかな。今度は。割と、使いたい武器っていうのはないんだけど、新しい武器は欲しいんだよな。おお。よいしょ。はい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 。よいしょ。いてちょっと見えないんです、いつも。はい、はい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 。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ほら、熱くて冷たいだろ。帰る道はない。先へ進むしかないということか。で、正面か。一応これ左右行くようですよね。だってこういうほら宝箱設置されちゃってるんじゃさ、見るしかないよね。反対側はどうでしょう。反対側はどうでしょう。え、
いや、上行けちゃうのこれ、どうなの。いやいやいや、この数はまずいな。頼む。よいしょ。よいしょ。とりあえず数を減らして。よいしょ、火。いい子にしといて。おっとっとっと。はい、はい。とりあえず数減らすわ。とりあえず数減らすわ。いて、あ、いて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 、見えない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 、何も見えない。よいしょ、OK、OK。よいしょ。ふぅ、ああ、イーゴさん帰っちゃった。イーゴさん帰っちゃった。イーゴさん帰っちゃった。まあ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 いい。まあ大丈夫、大丈夫、大丈夫。よいしょ、OK、OK。よいしょ。で、火が効くんだろうな、確か。OK、OK。はい、はい、はい。で、召喚しておいて、はいはいはい、よいしょ、ダウン、いいですね。いいゴンもお願い。よしよしよ、オッケー、決まったぜ。ふう、あ、これは武器じゃないか、さっきも。あ、違うわ見張り塔の鍵ね。あー、まあ必要なやつだわ。これ取んなきゃダメだったね。はい、よし、武器としてはこっちの方がいいな。え、ここじゃないよね。うわ、開くの？あの、向かうべき場所。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。これ、そしたら先に下行った方がいいんじゃないの？これ、普通に、順路的にこうだったんだか。向かうべき場所だって他に示されてたもんね。ここ。あ、ここが見張り塔の鍵か。まあいいや、そういうことか。そういうことだったか。なるほどね。開かなかったんだ、ストリートに来てたら。アンブロシア、ありがとうございます。はい、はい、はい。よいしょ。なるほど。そういう順番だったのね。よし、じゃあ上に戻りましょう。先進むぞ。OK。で、戻って参りましたぜ。塔の最上階から外に出ましたと。で、セーブポイントね。セーブします。よし。んじゃあ先進むぞーい。いや、ここ青いのがないな。隣だ。隣、隣行け。これ、飛べるやつかな。なんとも言えんな。飛び移ってみる、一回。戻ってこれなさくなりそう。いや、明らかに死なない高さだったけど、死んだね。よし。そしたら、中入っちゃいますか。向こうはどうやら行けないようだ。さて、あるな。匂うぞ、サブクエストの香りがプンプン匂うぞ。よし、非縁石、非縁石、ずっと非縁石って呼んでるけど、翡翠の火じゃないの、あれ何なんだろう。よし、サブクエストの香り、またイーゴンだ。ん、君たち、なんてことだ。イメージにぴったりじゃないか。演劇作家の亡霊。何？何を言っている？ああ、ごめんよ。つい興奮してしまって。僕はこの辺りではちょっと名の知れた劇作家さが。今、僕の集大成となる作品を手掛けているんだ。ただ、二人の若者が命を懸けて戦うシーンがどうしてもうまくいかなくてね。そこで君たちだ。どうか僕に本物の戦いを見せてくれ。それを見ればきっと、この作品に実に生々しい戦いの演出が加えられるはずなんだ。なるほど。これ、サブクエでイーゴンとやり合えるってことか。オーケー。それも面白そうだね。イーゴンと、やり合ってはいないからね、一回もね。あの、なんか化け物になった、イーゴンは戦ったけどさ。アムルファズだっけ？あ、
こうエレベーターで動けない。あ、まあ確かにね、エレベーターで動いちゃいけないって言われてることだからな。よいしょ。ちょっと、引っかかっちゃう、よいしょ。おい、頼むぞ。よいしょ。OK。ふぅ。君だな。よいしょ。はい、はい。はい。よいしょ。おい、よいしょ。OK。よいしょ。はい。いやいや、ちょっと。まだ生きてた？はい、おしまい。かっこいいね、私。ん？ああ、戦闘自体終わってしまったようだな。さて、普通に下に降りればよろしいか。特に何もなさそうだね。よいしょ。なんかあそこ飛び降りそうじゃない？あ、ダメか。下行きますか。階段から降りましょうね、皆さんね。安全にね。この先、ちょっと待って。開く。なるほど。あ、開いたけど特に何かあるわけじゃない。そうか。え、なんかあるでしょ。ほら、見たことか。絶対あると思ってましたよ。ガードポーション。で、外に出て、こちら側のアイテムを回収。よし。未来を信じた娘、許さない。私は絶対に許さない。世界の果て、この世の終わりに至ろうとも、必ずや仇を討つと誓う。未来を信じてないな。それは信じてないよ。で、外に出たから、とりあえず反対側だね。行き止まりに向かって歩いていくと。で、そこにはアイテムはきっと待ち受けているとも限らないんだね。うん。うん、そうだね。さて。そうするとこちら側。下行くパターンがあると。花があるわ。これはしっかり回収せねばならんな。花は回収。ん？あれ？これ。上として繋がってたのか、普通に。双縁石。マジで道はよくわからん。正解ルートとしてこっちが正解ルートだったってことかな？あ、ここに花がある。お花咲いてる。ポツンと咲いてる。峠のアスビョルン。みんな同じって怖い。みんな違うってもっと怖い。じゃあどうしたいの？じゃあどうしたいのよ。ちょっと上の探索まだ終わってないって感じか？なんか。なんじゃろう。何が正解かよくわからんな。上をまだ見てないもんね。上見てないから上見に行くか。上も一緒な感じだ。なるほど。とりあえず舞台に行くようになっちゃうんだね。どっちにしろ。上から行くか下から行くかっていうだけの話だ。回収。赤シャチ号の主刑長。病気で創生したエメット王子。エメット王子か。知性が訪れてなら、ガルドバの運命も違っていただろうな。彼は人の才能を見出すのが上手だったらしい。賢君となり、進化とともに国をさぞや破壊させたに違いない。死んじゃったんだよな。うちの部下にいるよ、その、エメット王子になんか使えた方、いるよ。僕知ってるんだよね。死んじゃおう。このまま先進みましょうか。まだ上あるんだけど。緑色のやつがあるから、この先、ちょっと上行こう。
これが、ああ、いらっしゃるね。よいしょ。はいはい。よいしょ。よいしょ。頼みます。よいしょ。はい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 。はいはい。はい。よいしょ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 。オッケー。はいはいはい。よいしょ。よいしょ。オッケー。きれいきれいしましょう。とある上級人、ヴァルキリーは神格こそ最下級とはいえ、オーディン様直属、たとえ我らとて奴らに干渉するなどは。おお、そうなんだ。へえ、それは知らなんだ。そしたらこれ反対側、あの緑ポチがちょっと気になるけど、ストレートではいけなさそうかな。あー、敵さんいるやん。めちゃめちゃ俺、あ、ちょっと、アイテムある。素晴らしいアイテムあるじゃないですか。じゃあ、ここは、イーゴンさん使おうか。はい、はい、はい。頼むぞ、イーゴンさん。よし、ナイス。イーゴンさんの方に、迎えていきたいけど。うおん、下まで落ちてきちゃった。まあ、いいか。やり合おうぜ、二人でな。上行くわ。イーゴンさん待ってろ。行くからね。ああ、ちょっと、どこに引っ掛けて。いつもさ、なんかよくわからんところ引っ掛かるんだよね。おしまい。ふう。これでこのアイテムがゲットできると。大広間の鍵。これボス行くやん。多分。これこのまま中に入ることによって緑のポチが手に入るわけか。大広間の鍵。あれ？これ入れなくない？入れないな。これ下から来た方が良かった感じかな。これ下降りるね。あ、これで、ぐるっと回り込んで向こう側から、あ、いけそういけそう。これで回収できるんだ。あの反対側のやつは。で、登りまして、ああ、これで回収できた。何も見えないけど。何も見えないよ、これ。いつか見えるようになるんだろうな。で、これを回収。パニッシュメントブラスト。何それ。わあ、闇属性の攻撃だ。これ絶対、ボス光属性だ。これボスに使えってやつだね。オーケーオーケー。任してくれよ。任してくれ、任してくれ。そういうの、結構ね、察しがいいんです、私。すぐね、察しちゃうから。で、これで、中に入ったけど、よいしょ。ちっちゃみ、どんな攻撃。あー、なるほどね。こんな感じか。へえ。はいはいはい。はいと。よいしょ。ほいほいほい。ほい。よいしょ。で、お前で最後。じゃない？ああ、君か。久しぶりじゃねえか。はいはいはい。よいしょ。召喚して。はい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 。よいしょ。ほい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 。おしまいかな。はいはい。いてて、もう君やめてくれ。はいはい。あ、結構あれ戦闘長引きそうだな。よいしょよいしょ。よし、お願いします。はいはいはい。よいしょ、よいしょ。柵はなりましたか。なりませぬ、なりませぬ。まだまだ終わりませんぞ。よいしょ。よいしょ。ふう。よいしょ。オッケー。はい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 。よいしょ。オッケー。ウェポンビークを決めていくと。
ふぅ、お疲れ様。全部回収。これ反対側か。この下あたりに、あるある、青いのあるぞ。あー、いたいたいた、君です、探したのは。ゲット。青き石板の寄せ。ひひ、そうさ。必ず当たるやりも、金ピカの腕輪も全部、俺たちの作品だ。金さえ持ってくれば何でも作ってやる。それで、お前何が欲しいんだ？怖いね。ドワーフかなんかかな。あの感じは。で、ここに来たけど、あれ、そうするとさ、下のところ下のところっていうかさ、一体ところは何なんだろう、結局。行きたいとこあるんだよな。これは？あ、これボス。これボスじゃない？もしかしてだけど。世界の崩壊が始まったのはいつか、正確な日はご存知ですか？いや。わからないな。歪みし魂。おいおい。いやさ、ここに入れるのはおかしくないか今の。ちょっとさ、いや多分ね、おかしいと思う。おかしいと思うんだ。せっかくさ、すごく興味深い話してくれそうな雰囲気だったしてたのに、なんでなんでなんでよ。これ話終わったらちゃんと続き言ってくれんだよな。頼むぜ。めちゃくちゃ気になるもん、内容。いやー、ほんとさね、なんちゅうタイミングで話し始めるんだと思っちまいましたよ。終わり？終わりだね。イーゴンじゃねえや。さあ、お願いしますね。よいしょ。はい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 。よいしょ。ほい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 。オッケー。余裕だね。はいはいはい。よいしょ。ほい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 と。うん、水。よいしょ。お願いします。はい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 、よいしょ。おへい、ういういういと、余裕だね。ういよいしょよいしょ。はい、終了じゃない、全然終わってないや。硬い硬い、結構硬い。いいね。よし、 OK、 綺麗さっぱり。これ絶対ボスだわ。絶対ボスやね。セーブポイントがあってちょっと高くなるからな。金管の戦を踏む。より質の高いエインフェリアを選定するにはどうすればいいか。それには彼らの声、魂の律を正確に捉えることだな。人間は千差万別の生き物。彼らが生前何を成し遂げ、何を悔いて死を迎えたのかを我々が理解することが重要だ。金管の戦乙女、誰だろう。まあいっか。これ絶対この先ボスに行っちゃうから、ちょっと一回戻るね。戻れるかな。あのエレベーター見てももう一回乗れんのかな。ダメだダメだ、行くしかない。なんだよ、ちょっと融通効かないね。一方通行やね、本当に。ちょっと堅物じゃない？なんか昭和の頑固じじいみたいな感じで、もうそこまで行ったらわしはもう一歩も引かんぞっていう気概を感じるわ。ちょっとなー、もう一回ここ来なくちゃいけないかな、もしかして。何落ちてきてんだろう。ダバ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 。この辺りか。海水が溜まってるだけのようだが。いや、間違いない。強大な力を感じる。ほう。四方は水没しているのでしょうか。待て。あ、敵さんか。来るぞ。おうおうおう。え、ああ、見知った敵かと思ったら知らない人だった。いや、めっちゃ湧いてくるやん。そして火の使うやつらがいないからな。殴るファルカ、
数が多い。まあ大丈夫だろう。まとめて浄化する。行くぞ。さあ浄化しましょう。なんでそんな妖艶な格好するね。よいしょ。とりあえず召喚しとこう。ちょっと待ってな。よいしょ。はい。まず数を減らさんといかんからな。よいしょ。オッケーオッケー。よいしょ。はい。失礼。よいしょ。よいしょ。おい、おしまい。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。はいはいはい。いやしかしな、闇属性は引く敵出てくるかと思ったら全然。いやでも、いやこれは、闇属性引くのでは、引かねえか。いや全然引かねえな。よしお願いします。いてってて、火をぶち鳴らして、よしよしよいしょ。はい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 。これ特にあれか、弱点属性とかない感じのやつか。はい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 。よいしょ、いきまーす。ほいほいほい。よいしょ、はい、いってー。開始の剣があるのか。なるほど、面白いじゃないか。よいしょ、はい、ほいほいほい。うー、なに、なにそれ、なにそれ。よいしょ、出てる、あ、出てる出てる。はいはいはい。よいしょ、 OK。 よいしょ、はい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 。よいしょよいしょ。武器的な優位は取れてねえな。よいしょよいしょよいしょ。はい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 。いて、いて、いってくれ。イーゴン頼むぞ。体力は回復して、武器はこっちにしとくか。よし、はいはいはい。よいしょ、 OK。 まあ割といいんじゃないかな。よいしょ、時間差で召喚しておくと、あ、武器はこっちの方がいいんだな。オッケー、オッケーオッケー。まあ大丈夫だよ、全然大丈夫よ。はい、電気ですよね、敵さんね。よいしょ、おい、はいはい。 V 破壊がでもできなさそうな感じだな。よいしょ、おいおい。コンボマスター、あ、300超えたからか。オッケーオッケー、いいですね。まあ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 、よいしょ、はい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 。おっとっと、なんか、いて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 、いい子に頼みます。ほい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 。よいしょ、ほいほいほい。よいしょ、いって、はい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 。よいしょ、オッケー、いいですね。これいけるぞ。このまま押していこう。オッケー。おやすみなさい。何これ。あいつらが司法を取り込んでいたのか。ほう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 。見ろ、力が贅沢に使ってたね、力を。槍だ。なんだっけ、グングニルだっけ、これは。それが司法。形状からして真相グングニルでしょうか。おそらくね。道理でナグルファルが強いわけだ。奴らはその司法の力を利用していたんだな。あまりに強大なため、司法を取り込みきれず漏れ出した力がこの一帯を覆っていたのだ。へえ。それはそれは大層なことで。まあね、大層なことでございますよ。
地上界にあっては影響が大きすぎる。急ぎ深海へと戻そう。武器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 ちょうだい。神の犠牲者、おそらく私のこと。ヘルテイト、連撃に向き投擲することもできる長いの槍、攻撃速度が速く使い勝手が良い。こういうのが欲しいの、こういうのこういうのこういうのなんだよね、こういうのね。まあ、とりあえず戻るか。セービング、神の犠牲者クリアでございます。 S、 わあ S ランクか、まあまあだったね。オッケー、というわけで戻ってまいりましたので、オーディン様の報告は次回、冒頭でやりたいと思います。というわけで、ここまで語り私、コインでお送りいたしました。それではまた次回まで。さようなら。いや、待て待て待て。さようならしない。やっぱり、報告しちゃおう。報告しちゃおう。お父様、お父様に報告しちゃおう。そんなに時間かかんないもんね。サクサクっと報告して、それで終わりにする。待たせた。オーディン様、司法を回収してまいりました。おお、よくやったバルキリーよ。救済の使徒としての働き、見事にこなしているようだな。オーディン様のお役に立てているならば身に余る光栄です。残る司法についても捜索を続けよう。我が槍グングニルと同様、気配をたどって探せよう。承知いたしました。魂の浄化も引き続き行うがいい。エインフェリアとなる魂を発見できれば戦力となる。滅亡の時は刻一刻と迫っている。世界はお前の働きにかかっておるのだ。頼んだぞ。任せてください。承知いたしました。必ずや良い報告を持って戻りましょう。そうだ、急がねば時間がない。何、時間がないって。よし、というわけで改めまして終わりにしたいと思います。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバーイ。